日明史実参加、名古実像は、日本の彫刻家、大分県薄木市出身。八田ガラスを衣装とする、日本サッカー協会のシンボルマークをデザインしたことでも、知られる。平和の党五人兄弟の抜子として誕生。薄木中学校を卒業後、親の勧めで、慶応義塾大学理財科に進学したもののほどなく、中退。その翌年1913年、 東京美術学校彫刻家卒造部へと入学し、主席で卒業。学生時代から朝倉文夫の弟子として学び、1919年には作品、晩春が帝国美術院展覧会に入選すると、世間的にも認知されるようになったが、1925年に作品の方向性の違いから独立することを選び、斉藤祖元と共に構造者を結成。 1931年には、漢文学者、内野大ミネラの発案をもとにヤタガラスを題材に、大日本宗教協会のシンボルマークを手掛ける。これは大日本宗教協会の後ろ身である、日本サッカー協会にも受け継がれ、またこのマークをもとに作られた、日本代表エンブレムは、サッカー、日本代表のユニフォーム等に使用されている。 金止を衣装とする昭和6年内史9年事変、従軍記章や八田ガラスを衣装とする、死な事変従軍記章、重要されることなく廃止され、幻の従軍記章と呼ばれる大塔は、戦争従軍記章といった著名な従軍記章、1940年に完成した宮崎県宮崎市平和大公園の、平和の塔、日本ニュースのテーマタイトル、法温寺参考動等を手掛けている。 1945年4月25日、脳出血により死去。ありがとうございます。